どうも、瀬尾です。赤星です。赤崎です。赤星マシマシ TV。 お待たせしました、ラーメン釣り屋です。来た、来ましたね。ほぼ1ヶ月前。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれませんね。しすぎたのかもしれません、これに関して言えば本当に得が、はい、さあ、おさらいしましょうね、はい。東武東上線、上板橋、はい、から徒歩3分 で、ね、ラーメン、ミーラーメン、その他トッピングありまして、赤星さん以前ね、はいはい、辛いマジさ頼んだんですけど、それはもうオリジナルメニューに。あ、そうだったね。なりまして、角煮丼はちょっともう販売終了して、今回ラーメンを頼んだと。なるほど、来ましたよ。ラーメン中のほうれん草の中に卵を、入れて全マシマシと。あ、これ全マシマシしてるんだ。全マシマシ、中の全マシマシ。一回全マシにしようと思ったんですけど、普段そうだから。はいはいはい。もういったれと。なるほどね。いったったな。でも野菜も多かったんですけど、そうですね、うん、シャキでしたね。はい、あ、なるほどなるほどなるほど。まあ、ボシさんもね、まあ、野菜は一緒に食ってますけど。いや、そう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 。割、まあ。もうめっちゃシャキってわけじゃないですけどね、はいはい、うん、程よい、うん、食感が残る。なるほど、ね、店主がラーメン作ってるの見えてますよ。いや、そうね、本当にね、壁に、ね、映ってますよ、店主さんが、まあ、これ見てもらったら分かると思うんですけどね、はい、まあ、とにかく長いんですよね。あ、長いよね、確かに、そうそうそう。だから、あの、一すくいを間違えないように、皆さん。そうだね、確かに。は結構間違えました。あ、間違えましたか。最初、うん、はいはい、長って途中思ったんですよ。あ、なるほどなるほど、本当に。平打ち麺ではあったと。そうですね、本当に。だから俺結構喉開くタイプなんで、はいはい、麺がそのまま流れ込むような。あ、開くタイプ食堂に。なるほど。で、スープは乳化系でしたね、うん、はい、美味しかったです。なんか長ネギをね、噛んだけど。どういうことだそれ。すごい効果が辛いんですよ。あ、長ネギ辛いっすね。なるほどね、はい、長ネギ辛い、やっぱまんま食っちゃダメだね。はいはいはい、はい。あ、でもそこにほうれん草はバランスが、ね、ほうれん草、まあ、ドロースープですからね、うん、やっぱ合いますよね、うん、いや、合うね、はい、うん、まあ、二郎系でもなかなかね、 あるとことないとことありますよ。そうだね、千葉からぐらいしかスッと思いつかない、うん、まあ、そこもね、うん、土乳化だからね。乳化にはやっぱ合いますよね。そう、やっぱ家系とかでもね、よくほうれん草あるからね。で、ニンニクもね、さっきの森あったと思うんですけど、辛い。おい、まあ、辛いんすよ、まあ、乳化の、ね、スープにはね、とっても合うんじゃないかな。そうだね、バランス的にもやっぱり、そしてこのタイミングでね、うん、角煮ですか。角煮がマジでうまい。これね、ほんとにうまいですよ。でかいしな、しかもな。そう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 、だから販売終了したけど、角煮丼マジ食いたかったわ。あ、確かにね、確かにね、うん、試したら見たかったね。ほらね、長いっしょ、うん、ああ長いな、マジで。ちょっとお蕎麦みたいな感じのね、リビングと、ね、今をつなぐすだれぐらい長い。いや、長いなぁ。あるけども、相当長いな、それ。で、生卵がやっぱり合いますよね、はい、っていう話ですね。あ、そして、あ、え、まさか、あれ、あ、しょっぱレベル、やってたの。これなんかちょうど 3.14、 練習率。ちょうどパイ。マジっすか、マジか。どうだったの。ちょうどパイ3.14だと結構平均的なしょっぱレベルということにはなりますね。そんなしょっぱくはなかったですね。あ、だから 3.14、 3.14、 はいはい、まあ、キリッとしてるか、うん、そうですね。だから、まあ、卵とね、絡めても美味しいですね。あ、そうだね。胡椒はね、ちょっとこれだけちょっと忘れちゃったんですけど、粒の粗さとか。あ、まあ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 、まあ、もうだいぶ前だからな。まあ結局はね、でも黒胡椒だった、うん、覚えがある。そう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 、はい、あ、もう卵も全部いって、ちょっと飲んでと、うん、おはようございます。あ、美味しかったです。すがすがしいな、顔が。一汗かいたって感じ。ちょっとあの会話されてたからね、店員。あ、そう、ね、なるほどね、うん。で、マシマシレベルはというと、あ、ちょうど 88.7 ですね。ちょうどってどういうこと。これは何かの、なんか数式なのか分かんないけど、ね、母なる母なる大地、あ、鶴屋ということでね、うん、皆さんもね、懐かしいなって思ったと思うんですけども。いや、まあまあ、鶴屋の、まあ、そういう目線なのかな。でも、それより、はい、あの、瀬尾主導でこれアフレコント初じゃん。はい、編集もね、やろうと思ったんですけどね、はいはいはい、これザキさんの編集なんですよね。あ、まあまあまあ、まあ、本当に申し訳ない。いや、まあ全然全然、ね、ね、もうね、はい、頑張りまーす。何を何をだ。ちょっとものすごい時間が空いてしまいましたけども、はい、まあ、メニューがね、更新されるのを待ってたんじゃないですか、うん、もしかしたら。なるほどね。違います。え。いろんな情報をね、お届けできたんじゃないですか。なるほど、うん、メニューが更新されるのを待ってた、うん、そう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 、違います。違うんかよ、おい。単に
遅かったよ。に遅かった。まあでもねラーメン釣りさんメニューはね、そのから混ぜそばが、ねね、通常メニュー。通常メニューになったんで、うん、時間差でこう紹介できたの結構いいかもしれない。後日談が聞けてね。はい、やっと通常メニューを紹介できたという。なるほど。素晴らしい。で、東武東上線のね、あのホームがね、やっぱ面白いんでね。あ、え？本当に。あ、そうなの？畑があるんですよ。ホーム。はいはいはい。え、あ、そういうこと？畑、ホームの上に？いや、あのね、下板橋にね、うん、駅はスイカがあるの。え？駅に。え？スイカじゃないよ。うん、スイカ。スイカ。スイカ育ててる。うん。ちょっと乗ってみようかな、俺ね。赤崎さん、うん、一緒に行きまして。なんで嘘つくんですか。いやごめんなさい、本当に見てねえの、はい、俺本当に。あ、本当に、うん、あれですよって刺して、うん、あああれかって言って携帯いじってました。あ、ね、あんま携帯はね見ない方がいいですねやっぱね。うん、周りのことにね、気を配ってね、うん、新たな発見が生まれますからね。まともなことを言ってね。まあということで今回ラーメン試合ですけどね、はい、頑張ります。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。